ムーブ2013です。今日はですね、また、工業高経由で行こうと思います。で、今こちらに2号、今、ね、ダンプ2連発いましたが、場所はですね、福山市ですね。今日は福山工業は周回しませんので、まあ、一周して壇ノ浦の方へ向かおうかと思います。ちょっと今日もちょっとかなり車の中は暑いんですが、エアコンはかけてないですね。外気気温の方はですね、今22度ですね。で、時間は、まあ、2時半ちょっと過ぎぐらいですかね。あ、ちょっとこっちのラインはちょっと長いですね。まあ、リッターの方なんですけどね、ナビで言いましたら、まあ、リッター、まあ、20キロ前後ぐらいですかね。まあ、リッターの覚えのちょっとあまりわからんのですが、まあ、ナビで言ったら、まあ、20キロ前後ですね。まあ、その、まあ、リッターって言ってますけど、まあ、いいスタートが、まあ、20キロ前後ということですね。この前ですね、ナビで、まあ、シミュレーションではないんですけど、まあ、自宅から、宮城県の石巻市の元気の湯までちょっと調べてみたんですが、そのルート的に見ると、ノンストップで、まあ、丸々1日ぐらいかかるようですね。まあ、飛行機とか利用するとね、まあ、3時間ぐらいで到着するんですが、やっぱりこの間ね、モコ8625さんの動画を見てて、ダンプがね、広島のダンプが、石巻まで応援に行ってらしたんでね、ちょっとそれを見て、あ、やっぱりちょっと車で頑張って行きたいなとは思うんですけどね。まあちょっと、その分に関してちょっとかなり日数が必要かなとは思うんですけどね。まあ、ゆっくり行くような感じだったら、まあ、2週間ぐらいの休みが欲しい感じですかね。ま
ゆっくり行くんだったらそんぐらいですね。宮城県の石巻市、まあ、ちょっともう一回、シミュレーションで動画を撮ってみようかと思いますんで、まあ、かなりの距離ですよね。まあ、距離にしたら、まあ、だいたい、そうですね、1200キロ弱ですね。まあ、休憩しながら向かうとね、やっぱり2日か3日ぐらいかかるんではないでしょうかね。寝泊まりするとしたらね、まあ、他のところで泊まらずに、まあ、車の中で寝泊まりする感じですかね。さっきも言ったように、まあ少なくても、まあ、2週間弱はちょっと休みが取りたいんですけどね。そしたら、まあぼちぼちでも、まあ石巻市行けるんですけどね。まあ僕の会社の方なんですけど、ちょっとまあ若干人数が不足なんで、ちょっとあまりちょっと長く休みない感じなんですね。まあ人数がおればね、まあ2週間ぐらいは休めるんじゃないかなとは思うんですけどね。あとですね、リオモコックスさんの方ですね、まあ、しばらくの間、また動画の方を休止ということで、まあ専門学校を行かれるんですかね。まあ、連休の日はまた車載の方を取られるということなんで、まあ首を長くして待っていますんで、まああまり無理のないようにお願いします。まあいろいろ大変だとは思うんですけどね。まあ頑張ってください。
テレビでたまにですね、タイム、なんでしたっけ、考え事をしてたら直進しそうになりましたね。ずっと思い出し中なんですけど、まあ、ちょっとそれはちょっと字幕でちょっと出しとこうと思うんで、あのタイムなんとかっていう動画があるんですけどね、写真をですね2秒に1回撮影して、でその後編集でね、その写真一枚一枚全部並べて動画一つの動画にするっていう感じの動画なんですけどね、あれを見るとね、あれも結構すごいなと思うんですよね。
特に、夜の、星の姿とか見るとね、なかなか綺麗だなぁと思うんですよね。まあビデオカメラで撮ると星がちょっとあまり撮れないっていう弱点があるんですよね。よくデジタルカメラでね、EOS かなんかで撮るとすごく綺麗に撮れるみたいですね。ちょっと一周なんですが、今日もちょっと断布率的には低いですね。として、ルート設定して、壇ノ浦の方へ向かおうと思います。1台しか来ないという
やっぱり福山市まで来ますと桜がだいぶ散ってますね。もう4分の3ぐらい散ってるような感じですね。しようかと思います。まあ、一旦カットします。再開します。変更しまして、コロナワールドへ向かいます。壇ノ浦の方へちょっと向かいたかったんですが、ちょっとナビの方がですね、ちょっとサーバー上で検索できなかったみたいで、ちょっと変更しまして、コロナワールドへ向かうことにしました。まあ、ずっとちょっと何回も検索してみたんですけどね、なんかどうしてもサーバー上検索しても出てこないという感じでしたね。まあ、コロナワールドはちょっとこれも初めて行くところなんですけどね。まあ、空いてればいいんですが、
10分ぐらい使ったかもわからないですね。コロナワールドはね、なんか海沿いにあるみたいなんで、ちょっとどんなところなのかちょっとわかんないんですが、天文的な感じもするんですけどね。そういえばですね、ダッシュボードの下にある、SD カードの、まあ、HC なんですけど、それちょっとロックがしてあると思うんですよね。ちょっとこれ帰ってからちょっと確認してみようと思いますんで、パソコン本体のではね、SD カードの途中、入れるところがあるんですけど、その分はちょっと XC カード専用なんですけど、まあ、外付けの分があるんで、それを使ってちょっと取り込んでみようかなと思うんですけどね。ドライブレコーダーの方がですね、
まあ、バンパーの上だから、ナンバープレートの横あたりですかね。横じゃないかな。ナンバープレートの上の方ですかね。についてるんですけど、まあ、置いたらいいかな。バンパー的なものがちょっと少し映ってる感じなんですけどね。しています。通過に5分ほどかかります。やっぱりちょっと街の中というのはちょっとなんかあまり面白みがないですね。スバルがまたできてますね。この信号を左です。ああそういえばあったかな。およそ 2km 先左方向です。まさに一周した感じになってますね。
静ですね。まさにちょっと渋滞動画気味な感じになってますよね。周辺です。終了します。ここまでの所要時間は17分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。次回はeスタートを心がけましょう。ちょっととりあえずこの辺に止めます。到着です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。
これからですね、ちょっと、今、福山市の、コロナワールドからですね、とりあえず、こっからですね、出発前に言いました、石巻市の、元気の湯までのルートを設定、仮に設定しようかと思います。で、そうですね。ジャンルで行った方がいいですかね。で、石巻市ですね。天然温泉、の、まあ、元気の湯ですね。これだとね、距離が1126キロで、所要時間が14時間25分で、料金は1万7650円ですよね。これは、何ですかね。これを見ますと、一番の設定ですね。一番の設定ですと、まあ、さっき言った1126キロの14時間。25分ですね。で、2番目がですね、1130キロの14時間13分ですね。で、有料回避のエコーモードが、1063キロの24時間6分ですね。で、もう一つ有料回避が、1144キロの31時間41分ですね。で、5番目の、エコ優先が1092km の15時間21分ですね。で、6番目の感染優先が、1126km の14時間25分。まあこれ、所要時間はノンストップの場合がこれぐらいかかりますよみたいな感じですよね。で、料金を見ますとね、1番目が1万7650円で、
2番目のルートが19,600円ですね。で、5番目のエコー優先の方が、17,500円で、6番目の幹線優先が、17,650円ですね。まあ2万ぐらいですね。2万弱ですね。まあどれをとってもまあ休憩してもですね、まあ1日か2日まあ2日ですよね、2日か3日休憩してたらそんぐらいかかりますよね。で、まあ一番のルートが、まあ、こんな感じですよね。ちょっと、まあ、上がったというか、上がちょっと富山の方へ行く感じになりますね。で、2番目のルートは、まあ、東京、静岡、東京の方へ向かって、で、宮城県へ向かうパターンですね。で、3番目は、まあ、ほとんど、まあ、あまり変わらないみたいなんですが、まあ、エコルートでは、まあ、若干ちょっとジグザグした感じなんですが、ほぼ直線に近いですよね。で、4番目はですね、まあ、さっきとあまり変わらんルートですね。まあ、静岡、東京、東北って感じですね。で、5番目もあまり変わら、あまり変わらないですね。1番目のルートとそんなに変わらないですね。まあ、ここら辺がちょっと若干変わるぐらいなんで。で、6番目がですよね。ああ、1番とそんなに変わらないですね。まあ、こんな感じですね。6つのルートでは。まあ、エコルートだったら、まあ、料金は使わなくていいんですけどね。まあ、かなり、遠い感じ、遠い感じでも、まあ、下道をずっと使う感じですね。まあ、もうちょっと早い感じで行くんでしたら、そうですね。2番か6番ぐらい。2番は何だったかな。ああ、これはちょっと東京を通り越すんで、ちょっとこれはちょっと、あまりちょっと嫌ですね。6番も、ああ、ちょっとしんどいですかね、これは。5番、俺がいい、やっぱり3番ですかね。ですかね。
こんな感じです。まあ、大雑把なルートはね、こんな感じになってますね。まあ、ルート確認でずっと自動で、シミュレーションしてもいいんですけどね。ちょっと今日はちょっと時間ないんで、これでちょっと終了します。ご視聴ありがとうございました。失礼します。